やっほー、レナです。今日は CS5 戦目一緒に応援しようねっていう感じなんですけど、昨日4戦目の昨日は東京ドームに実際に応援しに行きました。これの Vlog はしっかり撮ったので、今度ねゆっくり載せるんですけど、ちょっととりあえずタイムリーに何か載せたいと思って、最終的にラストバッターになってしまった宮崎敏郎選手の応援のシーンから最後のこの試合の振り返りのところまで載せたいと思います。はい、誰だろう。まあいいや。なんか負けたかなって思ったんだけど、これ多分勝ってるわ。まだ勝ってるこれ。クライマックスシリーズで考えると、まだ勝ってるから。多分今日は差を詰められてしまいましたが、リードのままで一旦今日は。帰ると、明日は実況しよう。なんか悔しいです。悔しい、めっちゃ。めっちゃ悔しいです。でもはい、めっちゃ悔しいな。はい、ということで、四ツ谷に戻ってきましたね。ちょっと東京ドームを早々に離れました。今日はね、負けてしまいました、ベイスターズ。でもさっき歩きながらも話した気がするけど、CS 全体としては負けていない。東京ドームで巨人にまだこれでいっぱいなんで、まあ、でも巨人のアドバンテージが一緒あったから、巨人2勝、ベイスターズが3勝、4が勝ちだから、まだリード、まだ王手中。明日もだから同じ、明日も今日みたい、今日の緊急動画みたいな状況ですよ、言ったら。本当に明日勝ったら勝ちだから、で明後日勝っても勝ちだから、そうだから緊張感のある試合が明日も続きます。ちょっと心配なのは選手たちの
疲れがどんどんやっぱ日々溜まっていく中で一回流れが切れてしまったっていうのは心配ではあると今日はやっぱり打線がねあまりヒットが出ませんでした。全体を通して今日はベイスターズは3安打1得点だったんだけど、戸柱のホームラン、そのホームランがパコンと当たったのが1個あったね。それ以外は得点に絡むヒットはなくてエラーがあったりとか、ちょっと今まで、まあなんかでもちょっと良くないことが多くありました選手たちが心配で、エラーは東京ドーム楽しかったんです。すごく終わる瞬間まで最後の最後までめっちゃ楽しかったんですけど、なんか負けたって気づいてちょっとしたら悔しいです、めっちゃあ負けてるわって思って、今日ね一旦今日負けてるんですよ、事実ね。そう、最初に言ったようにまだリードはしてますので、まあ今日の試合はちょっと振り返ることはないです、特にこれ以外ジャクソン頑張ったし、ユウヤも引きしよかった。ハヤテがねちょっとかわいそうに昨日継続投して、まあ、かわいそうというかエラー、こっちもちょっと焦った、守備側もハヤテ以外のあれもあってちょっとポンポンってそこが決勝点になってしまったので、まあ、そうジャクソンが頑張ってくれました。ジャクソン頑張ってくれて、で、まあ、なんとか1点で、まあ、ちょっと危ないピンチもあったし、ベイスターズ打てないやばいっていうところで、まあ、ジャクソンは頑張ってくれて、援護点もない中頑張ってくれて、で、まあ、1点入っちゃった4回裏、丸のセンターヒット、岡本がやっぱ打順くっついてたから今日はそこがめっちゃ怖かった。でしっかりそこで点が入っちゃってやべってなった後にこれやばいなって思って、そこで戸柱の一打、初ヒットがホームランだった。そこで1点振り出しじゃんってなって、だからもう戸柱本当ありがとう、1回そこで、そっからはもうねまたすごい、でもそこまでも楽しかったし、もうそこでもう一盛り上がりあって、戸柱もリードも良かったろうし、今日もねヒットホームランもありがとうだし、その後7回までねジャクソン頑張って109万も超えてたよ最後はっていうところまで頑張ってくれて、また坂本、今度は下位打線、まあ、坂本彩人が下位打線なのかって言われたら違うけどね、まあ、坂本のヒット、中山のヒットで岸田で、そうだその時坂本が一塁から三塁までヘッドスライディングで1アウトランナー1、3塁っていうところでスクイズが決まって、でジャクソンはフィールダースチョイスもあって岸田もアウトにならなくて1アウトランナー1、2塁っていう状況で颯に変わって、でまだ3塁にも選手いなかったしってなったんだけど、そこで1球目ちょっと変わりっぱな颯投げるぞっていうところでダブルスチールを巨人が決めて、まだ1、2塁颯変わったよし大丈夫ってあと2つアウト取ればいいと思ってた瞬間に一気に2、3塁になっちゃって、もうパニックじゃんこっちは、何って感じで、でもうそれで巨人やっぱさ抜かりないっていうかさ、そういう隙をついたじゃないけど、ちょっとそうみんな多分あそこでダブルスチール頭から抜けてたよ、わかんないよ、レナー抜けててそんなこともあったねと思ってたうちに、3球目普通にファーストゴロだったんだけど、ちょっとその打球は詳しくは見えなかったんだけど、オースティンがどう取ったんだろうね、オースティンが取ってフィールダースチョイスで、あと冒頭悪送球、フィールダースチョイスプラス悪送球がちょっとそこでオースティン重なってしまって2点追加で入っちゃって3点失点そこでしちゃって4対っていう点数になってしまいました。その後ね坂本優也しっかり2人抑えてくれました。優也ありがとう、今日も優也ありがとうで、でそう、その後
この悪い流れの中でクアもヒット打ってくれた、よく覚えてる。レナちょっともうはぁって思ってたらクアが目を覚ますようなヒットを打ってくれて、もうクアありがとう、本当にそれもクアありがとうだった。まあでもその後森圭、今日森圭とつらかったろう、空振り三振、そっか三三振だ。トバーそのドア見逃し三振でフォード代打で、ここで頼む、フォードが打ってくれっていうところだったんですけど打てず、そりゃねそういうこともあるよね。でもまあフォードのもうこれとかもね、俺らもう近くで生で見れたから。その後は8回はウェンデルケンよかったね、ウェンデルケンよかった。今日様子見たんじゃない、ウェンデルケンは。その今まででちょっとお休み期間あって不調で、ウェンデルケンで大丈夫という判断でさ多分出したんだけど、まあちょっと様子見もなんか様子見じゃないけど、そのでバッチシ決めてくれたので明日にこれはつながるんじゃない。ウェンデルケン明日も投げれるでしょ、1イニングで終わったから。で良かったし、それもポジ要素だよね。で9回表もうそうね、あの梶原ね、梶原が今日そうなんだよな、梶原がやっぱりあの正直ねこの CS あまりヒットは打っていない。ただね守備もいいし安定 して守備もいいし、梶原おい梶原取れよとかないじゃんマジで。その守備範囲も広いし足も速いし、塁に出てくれさえすりゃ盗塁も昨日決めてさ、どうなんだろうな、そこの1番梶原を変えた方がいいっていうのはそれはあんのかもしれないけど、レナはちょっとこれはネガだからこの話やめていやでもねちょっとどうでしょうね。でもまあ今日実際負けてしまったわけで、そのいろんな要素が重なって負けてしまったわけで、もしかしたら明日は打順を変えたり選手をね変えたりもあるかもしれないけど、ここまで5連勝してきて今までいっぱいいい守備もあって、もちろんゼロじゃないし、ヒットも梶原も昨日もヒットも打ったしね、なんかまあそこでねそんな今日だけのそれでっていうのはまあそうね。で、まあ、最後9回表梶原三振で牧が8球粘って、これ偉かった、8球粘ってフォアボールで、ちょっとここでおおおおおおってなったところで佐野啓太にデッドボールを当てた。でまあ、正直ふざけんなって感じで思ったけど、まあ、その牧の粘りだったりベイスターズの応援も最後まですごかったし、あの空気感の中で抑えの選手がデッドボールを当てたっていうのは、まあ、ちょっとその牧が粘った結果とかそのベイスターズの応援が最後まで声出してたしさ、そのありがたくもらうじゃないけど、それも含めて野球なんですか分かんないけど、めっちゃ心配膝、まあ、歩いてたからそのちょっと座った後歩いて自分でこうローって引きずるとかでもなく、あーっていう感じで歩いてはいたから、どうだろう明日ちょっとね出てほしいけど、なんか大事を取っての下げなような気がしましたけど、その佐野の歩く姿を見てね、表情とかまでは見えなかったし、そんなことはもう後ですぐ情報が出る、明日出るでしょうからそれを見ますけど、まあその後は、うん、大勢がどうだね、オースティンと宮崎が今日、うわめっちゃ応援楽しかったけどな、オースティンと宮崎の打ってないんだね、4打席0安打で出塁も1回もしてないのか、あれでもいっぱい応援したね、オースティンと宮崎大盛り上がり応援したけど、そっかそうだって、そういう感じでした。まあ悔しいな、ちょっと巨人はそのやっぱりさダブルスチールとかさ、そのヒットエンドランとかを仕掛けられるとさ
なんかみんなインカムつけてんのって思わない？巨人の選手いつの間にみたいな、なんか多分サインとかがあってみんなでやってんだろうけど、なんかそうテレパシーでつながってんのかって思うぐらいチームワークよくさこうピッて2人走ったりさ、でなんか興奮してるのはスクイズだ、その三塁から坂本が走ってきた時のあのバント、ちょっとグッと目のバントだよね、あの微調整、まあ普通なのかもしれないけどわーって思って、巨人の選手たちは普通みたいにやるよね、そういうこと、うまいなと思います、さすがやねと思って、まああの、まあ、今日もいい守備もあったし、もうダメだ一生話しちゃうね、まあそんな感じかな振り返りは。最後まで見てくれてありがとうございました。もう応援してた皆様お疲れ様です、選手そして選手は本当にお疲れ様です、すいませんね明日も大変ですけど、めっちゃ私たちも応援頑張るので頑張ってください、もし見てたら本当に応援してるから、そんな感じです、あの最後まで見てくれてありがとうございます、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ明日は実況、あこの動画いつ載せてるか分かんないけど実況明日は頑張りたいと思います。じゃあ終わり、バイバイ、ありがとうね、はい OK 今日は5日目ここで決めましょう、一緒に応援しようね、この後配信するからそれも見に来てね。